原子力市民委員会っていうのは、こう、アクションっていうか、こう、運動する団体ではなくって、いろんな、こう、運動する団体ありますけども、その人たちにいろんな情報を渡したりとか、研究結果を渡したりとか、あと、政府に対してこうしたらどうかっていう提言をする団体なので、直接なんか反対とか、こういうふうにやる団体じゃないんです。もともとアルプス処理水を出す必要は全然ないんですけれども、全然ないと私たち考えてますけれども、安全安心だっていうのも、言うことをそのまま、理解することはできないですね。で、今回の処理水のことについて、一番多い、心配されている一番多いご意見としては、やっぱりこの2年後の刺身も食べられるかどうか、その辺が心配されてます。で、食べられますよ。食べられますけど、2年後ですか？別にその、食べられますけど、それはちゃんと、モニタリングとかするので食べられますけれども、例えばね、トリチウム水流したら全部食べられなくなる。そんなことはないんですけど、じゃあ、本当に長期的に見た場合とか、たくさんの人がそれを食べた時にどうなるかとか、あるち、ち、その、生態系への影響がどうなるかっていうのは、科学的にも一致した意見がないんですよ。できるだけリスクを避けた方がいい。リスクをできるだけ避ける。要するに今はもう水溜まってるわけですから、それをわざわざ出す必要ないわけです。じゃあ食べたければ食べてもいいということでしょう大か？丈夫。それは大丈夫ですよ。福島のお魚美味しいですからね。そうですめか。ちゃくちゃいいわ。本当美味しいですからね。だから、それ食べても大丈夫ですよ。危険なものはちゃんと、排除してますから。出てきたら、それ、操業できませんっていう、厳しくチェックされてますので、そこは全然大丈夫です。だから、美味しい刺身食べてください。どうせっていうか、アルプス処理水は福島で流せることなので、他、よく今の日本政府はやることなんですけども、どうせ忘れるだろうと。一般の人たちの関心はなくなるだろうっていうふうに考えてるんじゃないかなと思いますね。確かに忘れると思います。で、その、なんで、どうせ流すのも、あと何年か先なので、その頃には、一般の人々の関心は、そこに行かなくなってしまいますから、みんな諦めちゃうんですね。諦めるのを待ってると言ってもいいそそれれは。は日本の公害問題でよくあることです。この間、私、3月に、福島第一原発の中に行ってきたんですよ。で、そうすると、アルプス処理水ですね、処理水タンクに入ってる水を、こうカプセルに入れて見せてくれるわけです。綺麗ですね、と。で、綺麗ですねって言って、で、放射線を測る機械を持ってきて、で、ガンマ線を測る機械を持ってきて、こうやって当てて、で、放射線の数字が上がらないですねっていうふうなことを説明しているわけです。ガンマ線の機械。でも、トリチウムっていうのは、ベータ線を出すんです。だから、ガンマ線の当てる機械をやっても、ベータ線出すトリチウムは検出できないし、そもそもそんなもんで検出できるもんじゃないんです。で、私たち専門家がいましたから、で、ほとんど専門家だったので、そんな説明をしてるんですかと。これはね、信頼できないでしょ。で、本当に安全な処理水だったら、海に流すじゃなくて、日本国内に流せばいいじゃないですか。そう、だからまあ、その通りですよね。だからまあ、そういうふうに思ってもしょうがないですよね。各国も規制の中でやってる。で、もちろん、その今回の海洋放出も規制の中で出すことではあるんですけども、今、貯めてるものを出す必要はないわけです。鍋も言いますけど、貯めてるんだから、別の方法で貯めとけば、他の、中国の人も心配ないし、漁業の人も努力したことが水縄になることはないので、貯めてることをなんで流す必要がある？そうで流すすね。必要がないんです。じゃあなぜですか？なぜですか、先生。で、日本政府は何を言ってるかというと、事故起こった後30年から40年で、あそこを廃炉にする。きれいにするって言ってるんですよ。
で、それ2000、で、この間も国会で言ってましたが、2041年から51年までの間に、廃炉しますと。廃止しますというふうに言ってるんですね。でもね、日本の廃止っていうのは、原発事故が起こってない原発でも30年かかるんです。え、なんで事故が起こったところで30年で取り出せるのか。なんかありえないんですよ。で、その嘘に基づいて、その土地が必要だって言ってるわけで、それはね、違いますと。うん、それは全然、できないし、むしろそんな慌ててね、取り出すと、あのボロボロになった建物とか壊れちゃったりとか、ものすごい放射線、もし取り出したとしても処分する場所もないんです。あのちゃんと言い続けることですね、真実を。で、あとその諦めないこと、うん、諦めないことだと僕思いますね。諦めるの待ってますから諦めるの待ってるんで、で、事故が起こったらすぐ治るとかそんなことではないので、100年単位で、かかるんだというふうに考えて、じっくりとやるしかない。だから中国も韓国も本当の皆さんも、やっぱりね、100年ぐらいちゃんと 見張っとかないと、監視しないといけないと。いや、全然終わってませんからね。